冒頭発言はございませんのでどうぞ。幹事長、毎日新聞国会です。よろしくお願いします。アストラゼネカが9日開発した新型コロナの抗体薬について製造販売承認を厚生労働省に申請しました。この抗体薬に期待する部分や審査のスケジュール感について教えてください。また承認した際の加工量について、現時点でどのように程度を見込んでいるのか教えてください。はい、6月9日にアストラゼネカ社から中和抗体薬チグサゲビマブ、シルガビマブについて特例承認を求める申請がなされました。で、本在は、アストラゼネカ社によれば通常の抗体薬品と比べて作用の持続時間が長いことが特徴とされておりますが、今後まずは PMDA において審査を行っていくものでありまして、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいというふうに思っています。で、本剤についてはコロナ患者に加えましてウイルス暴露前のものを対象とした申請がなされていることも踏まえまして、確保についても検討していくことにしております。企業とやり取りをしていることは事実ですけれども、具体的な内容をお答えすることは差し控えたいというふうに思います。はい、どうぞ。北野通信の津野です。先日熊本市長が内密出産制度に関する制度設計の提案を厚労省に提出しました。この出自を知る権利を保障するための公的な身元情報管理機関や妊娠学校相談所の設置を提案していますが、大臣はどのように受け止めていますか。また法務省とガイドラインの策定に向けた協議をされていると思いますが、いつ頃ガイドラインを示す見通しでしょうか。熊本市長からいわゆる内密出産に関連してご指摘のような提案をいただいているのは事実であります。で、厚生労働省としては、予期せぬ妊娠をした方々も含め、さまざまな状態にある妊産婦の方々が安心して出産ができるように、引き続き妊娠に悩む女性のための相談窓口の整備や居場所のない妊産婦等に対する妊娠時から出産後までの包括的な支援の推進など、予期せぬ妊娠をした妊産婦等への支援の充実に努めているところです。で、いわゆる内密出産にかかるガイドラインについてお尋ねありましたけれども、関係団体等のご意見も伺いつつ、丁寧に検討していくことが必要であると考えておりまして、現時点で発出期限の目安をお答えするのは困難ではありますけれども、可能な限り速やかに発出したいと考えています。すいません、時間関係上残り1問とさせていただきます。はい、どうぞ。NHK の阿部です。先ほど閣議が終わった後、小川大臣は岸田総理大臣と面会されていました。で、官邸を出る際に記者団にその司令塔機能の強化についての検討の指示を受けたという今やり取りを明らかにしましたが、具体的にどのようなやり取りがあったんでしょうか、教えてください。総理との面会内容については、具体的な内容についてはお話はできませんけれども、総理からは司令塔機能についてしっかり検討し取り組んでほしいという指示がありました。いずれにしてもこれまで本年6月をめどに司令塔機能の強化、感染症法の在り方、保健医療体制の確保など中長期的観点からの検討も取りまとめるということで作業も進んでおりますし、しっかりと総理の指示にのっとって取り組んでいきたいというふうに思います。会見以上とさせていただきます。いいですか。すみません、産経新聞です。国会あるよ。短時間で、水際対策なんですけども、今日から水際対策緩和されましたけども、感染が再拡大する可能性もありますけれど、その辺は大丈夫なんでしょうか。水際対策については客観的エビデンスに従って、通常の生活を取り戻す観点とのバランスで取り進めております。感染状況等も丁寧に見ながら検討しつつ進めていくと、段階的に進めていくということだと思っています。
以上です。よかったかな。はい、じゃあすいません、国会が当たるので申し訳ないです。本会議すいません。